ございます、ご覧いただければ分かりますように、白いロープが2本、短いロープと長いロープ、明らかにですね、ご覧いただければ分かりますように、明らかに長さが2本、全然異なる長さですよね。この違う長さのロープをこんな感じで端っこと端っこを合わせて持ってやります。こちらのロープも端っこを合わせて持ちます。こうするとなんとなく2本のロープが同じ長さになったように見えませんか？見えません。分かりにくい。じゃあちょっと分かりやすくしましょう。こうするとなんとこれで完全に同じ長さのロープ。おー、じゃあちゃんとこれでこうやって完全な同じ長さのロープにやったんですけども、今度はさらにこの2本のロープを1本にしてみます。いきます。こんな感じです。まず1本のロープの端っこをこうからげてやりまして、でからげたロープをもう1回からげてやって、いわゆる結び目を作るわけ。はい、これで1本になりました。これはこんなったはなったんですが、マジックとしてはちょっとインチキというか不思議じゃないですよね。わかりました。おしゃべは息をけかけ吹きかけます。そうするとなんと結び目がおお完全にすごい結び目が取れてしまいまして、これで完全に1本のロープにまだ戻ってしまうわけです。すごい。ちょっと変わったことやってみましょう。じゃあさっきとは違ってまた別の結び目を作ってやりましょう。今度は、ロープの真ん中辺にこういう輪っかを作ってやります。でこの輪っかの中にこの片方の端っこをこうやって通してやるわけですね。これさっきとは種類が違いますが、これも結び目です。でもこの結び目をこう少し揉んでやると、なんとこう結び目が消えてしまうわけですね。もう一回やってみましょうか。じゃあちょっと同じことやるのもあれですから、さっきはですね、こう1回1周だけからげた状態でしたが、今度は2回もう1回からげてやります。ちょっとさっきよりは大きな結び目ができましたね。さてこの状態でまじないをかけます。そうするとなんとおおすごい。ちょっとこういうなんかちょっと理解しがたい状態になってます。すごい。粘土じゃないですか。粘土ちょっとこのままじゃマジックとして終われないので、最後はこのロープの端っこを輪っかの中にくぐらせてやりまして、でこのくぐらせた状態から息を吹きかけてやるとこれでおー